は産業性ボディ、魚沼交通エンジンルーム左右、イスズ BX は、イスズ自動車が1947年から1970年に、かけて、製造、販売していたバス車両である。本校では、BX 以外の BX 系の車種全般についても、記述する。イスズ TX も、参照のこと。なお、各モデル分末の数値は順に全長、全幅。 全高出力を示す。蒸気、椅子図は社名であって会社名ではない。行きさつや、同時期のトラックについては、椅子図 TX を参照。隅田 BT 型バストラクターを除き、蒸気はいずれもフロントエンジンボンネットバスである。1947年、BX80 ボンネットバスが登場する。ガソリンエンジントラック TX80 をベースに、 前アドリキ運転席の専用低床フレームにした車両である。1948年には BX91 が登場する。BX80 のエンジンをディーゼルトラック TX61 用 DA43 型に変更したディーゼルボンネットバスでハイドロバックブレーキを装備。車内は前向きの座席だと7列装備でき、 味方シートだと立ち席を入れて50名以上の定員を確保できた。第1号車は東海自動車に納入されている。1949年には BX91 ベースのキャブオーバーバス BX92 が登場する。運転席がフロントオーバーハングへ移設されている。同年には同じく BX91 ベースの長尺モデル。 BX95 に移行する。ヘッドランプ、フェンダー及びバンパーに改良が加えられ、スタイルが一新した。定員も、前向きシートで54名、味方シートで62名に増えた。1950年には、BX91 ベースの左ハンドル車、BX93 も登場した。当時外国だった沖縄県その他に輸出されている。 キャブオーバー型の登場後、乗車定員を増やしたい、ボンネットバスユーザーのために、BX90 に改造指示書が仮想メーカーに配布された。1955年には、BX91 ベースで、ホイールベース4メートルの最小モデル、BX41 が登場する。主に山間地や、地下用に用いられた。また、同系の BX43、 ガソリンエンジン車も製造された。1956年には 105PS の DA110、軽エンジンが開発され、ホイールベース4メートルの BX131、同4.15メートルの BX141、同5.2メートルの BX151、BX152 へ移行となった。これに前後して、ボンネットのラジエーターカバーの吸気口が大型化し、 当年まで親しまれる形状となった。1958年には 118PS の DA120、軽エンジンが登場、BX331、BX341、BX352 に移行する。1959年には DA120 型が 125PS に増強され、 BX521、BX531、BX552 に移行した。同時に、ボンネットの形状が変わり、フードの開閉方式が、中央ヒンジのバタフライ式から、後ろヒンジで1枚跳ね上げのアリゲーター式となり、幅も拡大されて、箱型となったフェンダーと一体化した。トーカルや、ラジエターグリルもリニューアルされている。 1961年には 130PS の DA640 系エンジンが開発されたことから BX721、BX731、BX752 に移行した。1962年にはキャブオーバー社がモデルチェンジし BX721E、731E、e、が登場している。 これらは1963年に BXD20E、BXD30E に移行し、1964年にボーイフレンド2 0ボーイフレンド3 0 k となる。その後もキャブオーバーバスシャーシーは特装車等の需要があったため、ボーイフレンド n 系は 195PS の DH100 k エンジンを搭載した後継の BD30、40K にモデルチェンジし、 1970年代まで製造された。1962年、フロントグリルのプレス変更とともに、椅スズの全車的な形式称号の変更に伴い、BXD20、BXD30、BXD50 に変更となって登場した。エンジンは、従来のまま DA640 型で、BXD20 が、 ホイールベース4メートル、BXD30 が4.3メートル、BXD50 が5.2メートルとなっている。1964年から TXD のモデルチェンジに伴い、ヘッドランプが4灯化され、同時にフロントグリルも変更となった。過渡期には、以前からのフロントグリルに4灯タイプのヘッドランプの車も製造された。 1967年に製造が中止となり、長きにわたる歴史に幕が引かれた。1968年式、TSD40 改め川崎航空規制ボディ、岩手県北バス、8万大号1946年 TX、80TX40 改良モデル。バスボディを仮装して、BX 量産後も、三観非舗装路で用いられた。 1952年 1TS11 前輪駆動トラック。バスボディを仮装して、富士登山や積雪地帯で用いられた。1963年 TSD40TS11 の改良モデル。岩手県北バスやガガ温泉、国際工業で稼働のボンネットバスのベース。BX 製造中止後も、前輪駆動車を必要とする業者向けに、 バス車体が仮装されている。1974年 TSD43 エンジンを DA640 型直列6気筒 6373cc に変更し、形式の末尾の数字が3に変更される。これが日本最後の実用ボンネットバスとなった。1979年生産終了。これらとは逆に低床キャブオーバーの利点を生かし、 BX バス車種に消防車やタンクローリーなどのトラック仮装を行った例もある。ここに各車両の主要所元を示す。それぞれ順に全長、全幅、全高、出力を示す。ありがとうございます。